1分間だけ聞いてみて。エスパニンニンのインタビュー内容が話題です。有名なファッション雑誌なんですね。ウォーグのインタビュー動画に出演したニンニンは自分のバッグの中身を紹介してました。その中にはね、目薬も入ってて、ニンニンは秘密だったんだけど、子供の頃に手術を受けて右目はほとんど見えませんと。なので右目が乾燥しすぎないように目薬を持ち歩いてますと言ってました。ニンニンは子供の頃、肝とアメーバ角膜炎という病気にかかって、この病気を治療するためにですね、手術を受けたそうです。このインタビュー内容について韓国のファンたちはね、そうだったんだ、大変だったんだね、などの反応になってました。私は何よりもカラコンは大丈夫？って思いますけどね。そして昔ニンニンが描いてた絵も話題になってます。ニンニンが描いた悪魔の右目はバツになってるか黒くなっててですね、おそらくニンニンは自分の右目を見えなくした悪魔をね、恨んでるのではないかと思います。いつも明るい姿だけ見てたから、こんなことがあったとは思えなかったですね。カラコンが本当に心配なんですけど、スタイリストさんはお医者さんとちゃんと相談をしてコーデをしてほしいんですよね。